祠の入り口。うわうわうわ。おい、お前たちも証を取りに来たのか。お前は。おっと、名前は先に言うのが礼儀ってもんだぜ。誰がどれだかわからねえな。おう、俺は絵文字。私は絵もこと申します。え、絵もこってあの。あ、どうしたんだよ。お兄ちゃん知らないの。サカーテルのお姫様だよ。マジか。はじめまして、私はエマカと言います。で、こっちが愚形の。こりゃ失礼した。俺はエモヤだ。あ、あの、確かに私は姫ですが、どうか気安く話しかけください。そりゃ助かるぜ、エモヤね。エモか。お兄ちゃんは最初からそのつもりなんでしょ、どうせ。おいおい、まあその通りなんだかな。そういえばお前たちも、ということはそっちも証を取りに来たのか。ああそうさ、俺らには魔王撲滅っていう夢があるんでね。魔王撲滅。そう、魔王撲滅して一人前だと認めてもらうんだから。だったら俺たちも一緒に行ってもいいか。魔王城に用があるんだ。魔王城に用。はい、あの、この姿になってしまった原因が魔王城にあるという情報を受けまして。それで。うん、一緒に行こう。戦力も多い方がいいしね、お兄ちゃん。ああ、ここで仲間になるのか。まあ俺はいいが。よし、じゃあよろしく頼む。おう、よろしくな。なんだなんだ、エモヤとエモか。ステータス。とても明るくお調子者、エモカの兄。とても元気で勉強熱心、ツッコミ役、エモヤの妹。回復。何使えるんだ。あ、何も使えないんだ。とりあえずこのクリスタルみたいなのが気になるんだけど。これ何これ。動かす、転移する、場所変わる。何これ。何これ。ゲームオーバー。嘘でしょ、最初からだし。いやー、ようやく戻ってきたよ。で、これなんだって。動かす、転移する、場所変わる。連続動かす、さらに変わる。変わる、全部4つ。ちょっとよくわかんないな。これはクリスタル何も関係ないのか。こっち側は猫が邪魔して。転職しますかにゃ。転職って何。転職屋さん、なんだそりゃ。待って、いらっしゃいにゃせ。購入する。あ、結構いろいろ買えるけど、プラス15。うん、杖たっけーな。とりあえずいいかな。職業についてお話しいたしましょうか。どなたの転職先ですか。絵文字。え、なんかこれ変わっておいた方がいいのかな。なんかちょっとよくわかんないけど、とりあえずいいか。はいはい。で、さっき1個いじったら、これは何でもないのか。ゲームオーバーになっちゃったんだよね。2回動かしてどうなるのか。これは？ん？何もないな。左右対称する。左右対称にするってこと？え？青がない。どうするんだろう。左右対称にするって言ったって、なんかあれするわけでもなく、これがいらなかったりするけど。雑草の効果の、はい。
で、2個。ここがいらない？あれ？植えなきゃいけないのか？1個足りないよね。ん？抜けないけど。1、2、3、1個、1個。2、2、1、2。これは抜けないのか？抜けないな。ん？どうしたらいいんだか。まあ、いっか。じゃあ、3回。で、どこに行く？うん。持っていこうかな、はい。あ、持っていけるんだ。へぇ。黄色い花は別に、あれだよね。で、これは？ラフレシア、嘘つき。下の花、取る、許可。ラフレシアは嘘つき。ラフレシア。青い花は取れないのか？スイッチがある。押す。何？とりあえず3回動かしたところに来てみて、ラフレシアが嘘つきって何？ここのラフレシアは皆正直者だよ。あ、これ話しかけられるんだ。ここにも正解のスイッチはないよ。どこにもか。青色の花と黄色の花はどちらかが正解のスイッチだよ。黄色の花が正解だよ。青色の花と桃色の花、どちらにも正解のスイッチはないよ。うん。ラフレシア、嘘つき、下の花、取る、許可。うん。で、ここダメだったじゃん。でも、青の花も欲しいんだけど、ここじゃあ取れないのかな？黄色の花スイッチって何？ここか。黄色。赤。3個。ちょっといいや。それで、4回押したらどうなる？あ、外に出るところになるのか、4回押したら。じゃあ、とりあえず、すぐ死んじゃった1回。で、自然大切できない死。ん？ここはまだ行けないのかな？じゃあ、1回動かして、これをまずどうにかしなきゃいけないんだろうね。雑草をここ抜いて、で、この青い花よ。これどうしたらいいのかな？だって花が足りないところはどこだったっけ？ここか。で、青い花が必要なんだよね。どうしたらいいんだろう、青い花は。青い花。ここで取るしかないのかな？ちょっと待ってよ。セーブしといて、ここを全部押してってみる。あ、ダメ。じゃあこっち。おお、ピンポンって言った。で？はい、ないないない。は？え？青い花はどうしたらいいの？青い花は取れないの？スイッチは押し込まれている。青は取れないのか。じゃあどうしたらいいんだろう。黄色も取れないもんね。
え？どうして信じてくれなかったの？嘘つきラフレシア。ここ、じゃあ全部クリアしてかなきゃいけないのかな？青い花はどうしたらいいの？あ、もしかしてさ、アイテムを買えばいけんじゃないのか？ここで、これ青色に染められる着色料、これを持っていれば、なんかできたりしない？これで、なんかすげえ落としたな、カキンって。で、あ、生えてる。さっきなかったよね。あったっけ。はい、これで OK じゃない。え、まだツルハシで壊す。あ、そういうことか。はい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 。で、これで2つ目ちょっとアイテムで、紙よし。で、1、2で、最後はここだけど、これどうしたらいいの。自然大切できないし、これがわかんねえんだよな。あー、あ、わかった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 よ。これを踏んじゃいけないってことね。こういうことだ。はい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 。なるほど。あ、あ、こう。そこの宝箱が。はい。ここじゃねえな。あそこを踏めばいい。いや、ここダメだ。上行って、こうで、こう。くるって回んなきゃダメか、これ。あとは？そっちが何もねえから、こうで、こうだね。はい。で、戻るときも踏んじゃいけないのかな。これで3個光らせたでしょう。ああ！はい、これで、3個ともして、なんかいるな。この人に話しかけりゃいいのか？はい。コンピューター文字が出現。何これ。こいつを倒せばいいのか。ああ、多分な、強えのかな。魔法まだ覚えてないもんな。倒せるか。ポイズン。わあ、毒になった。この子はヒールしか覚えてないね。173。あらら、ヒールでもか。うん、結構回復するね。いや、毒めんどくさいな。もう一回攻撃できるでしょ。お、あ、全然強くないじゃん。うわ、爆発した。何かが落ちている。拾おうかな。はい、証を手に入れた。よし、証をゲットしたぞ。これを村長に見せれば魔王城へまた一歩進むな。早いとこ村長に見せに行こう。はい。
じゃあ、待って、なんか毒になってるけど、まあほっといていっか。休めば治るでしょう。で、ここで4回これで村に戻れる。うん、で、こっちに行って村長に話しかける前に寝ちゃおうか。はい。どこ治ってる？あ、治ってるね。で、村長に、ほ、持ってきたのか。はい、これを。証を渡した。うむ、確かに受け取ったぞ。祠の中にレバーがあったじゃろ。ああ、あれか。あれを5回動かせば魔王城への道へ出る。ほんと？今さら嘘などつかんわい。よし、早速行こう。村長さん、ありがとうございます。何、気にすることはない。ああ、そういうことか。じゃあ4と1を押せば魔王城に行けるのね。4と1は試してなかったな。それで連続へ押せば、連続で押せばっていうことだったのか。1回と、ん？違う。あ、5っていうの出現してんのか。うん、5回押した。で、セーブ。紙がない。なんとかなるか。魔王城への道。何？うわ、怪しいなあれ。こいつ何よ。いらっしゃい。紙持ってねえんか。いや、何これ、怪しすぎるよね。え、こっから何もできないのかよ。ああ、こうするしかないのね。これセーブか。ここから出たくば、そこの者どもを全員倒してみせろ。を倒すの？こっちは開けれ、鍵を使おうかな。牢獄の鍵持っていない。持ってないよ。鍵なんかないよ。鍵なんか持ってないよ。どうすんの？鍵。敵も落としてないもんね。何もないし。ここから出たくばそこの者どもを全員倒してみせろ。裏に何かある。ああ使う。こいつらも倒すのか。はい、全員倒したよ。で、次の間へ進め。次の間、ああ、これね。はいはい。で、ここかな。じゃあ、うん、こちらも戦う。左右のやつはほっといていいかな。で、あの光ってるやつ調べたらいいのかな。で、これ金色の鍵を手に入れた。金色の鍵をどこで使うかっていう話だけど。次緑？ん？ここから先は通さない。部下文字。でかっ！うお、危ねえ。そっちがやる気ならこっちもやってやんよ。いきますよ。うん。強そうだけど大丈夫か。うわー、強え。ヒールでエモか。あと攻撃ね。ヒール、エモかの防御力がすごい低いだけかな。魔法必殺技もまだ使えないね。エモカの防御力が低いな。
あと全員攻撃で。わあ、ポイズン。あ、倒した倒した。え？部下の日記と書かれた本が落ちている。読む。部下の日記。バツガツバツ日、魔王様は一人ぼっち。仲間を増やすためにこんなことをしている。元に戻るには魔王様を倒さないといけない。それしか道がないのなら僕はこの姿のままでいい。え？ここから先は破れていて読めない。ん？それだけ？え、あ、あと青か。ちょっと待ってよ。解毒。え、もうこうか。で、魔法。ちょっと待って。スキルで。回復しとこう。よし。で、青かな。やるべきこと終わったかな。はい。セーブしたいんですけど。セーブしたいんですけど。転職はいいです。あ、でも猫んとこ行ったら。髪売ってないかな。髪か、髪、あ、ないちょっと装備、お金もあるし装備をちょっと整えようかな。これ2つに、あとは帽子が3個欲しいな。これでいいかな。装備、絵文字、最強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 。これでいいか。売却する。ダガー売って、魔法の杖売って、で、購入で、ここら辺か。これ2つに、これ1個に、これいいかな。で、装備で最強最強にしたら、まあ防御力が53。まあ上がったんじゃないか。いえ、でも紙がないな。セーブしたいぞ。負けられないな、こいつか。魔王、お前が魔王か。いかにも魔王文字。あ、あなたはなぜこのようなことを。このようなこと？ああ、その体のことか。迷惑してるから戻してくれ。断る。即答。ま、いいや。俺とエモカの目的は貴様を倒すことだ。うん。そしたらきっとお父さんも認めてくれるよね。ほう、良いだろう。帰り討ちにしてくれるわ。仕方ねえ、行くぞ。倒せるか？魔王文字。攻撃。ずっと攻撃しかないな。あ、3回も攻撃してくるけど、まあいけそうだね。お、ナイス会心。ダーク、うわ、回復。まだいけるべ。ミスー。お、倒した倒した。お、みんなレベル11になったね。くっ、我の夢もここまでか。結局一人きりだったな。え、よし、倒した。これで元に戻るのでしょうか。ああ、多分な。うわ、体が光ってる。これで元に戻れそうだな。さ、帰ろ。え、戻ったの。そうですね。え、まさか絵文字に体がつくだけとかじゃないよね。
ちょっと待って、どうなったの？Thank you for playing. いやー、こちらこそ遊ばせていただいてありがとうございます。ダンジョンのイラストとかすごい可愛かったしね。ただこの先どうなるのか、ちゃんと出てきてくれるかな。え、記録、はい、おしまい。あ、ちゃんと人間にはなったんだね。その姿は見せてはくれないけど、人間には戻ったくさいね。ということで、顔文字クエストでした。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。